はい、どうも皆さんこんにちは、ノアです。今回はですね、アルレルトアルミンさんという方から僕のお弟子さんですね、無償品の方が届いていましたので開封動画を撮らせていただきます。中身の方がこのような感じに、なっていましたね。すごい驚きましたね。まあまずこのクリーザなんですけど、これは自分が欲しがっていたというか、まあ、ちょっとメールでですね、ちょっとだけ言ったんですけど、欲しがっていたクリーザのシクレですね。やばいですね、これ。で、しかも、手紙なんですけど、これ、ブロリーネタ、皆さんわかりますかね？このタコ、多分ね、ブロリー好きな人ならみんな知ってると思うんですけど、その、まあ、パラガスが、その、なんだ、まあ、これ、科学者って言うんですけど、タコの科学者って言うんですけど、そのパラガスがブロリーを制御するために、まあ、装置ですね、まあ、腕にはめるこの装置を、作らせたんですけど、それがまあ故障しているんじゃないかみたいなね、まあ、それの理由がまあ悟空 とブロリーがまあ対面して、でブロリー そのまあ気持ちが高ぶったから、制御、まあ、できなくなっていたんですけど、まあ、それでね、まあ、故障ではないっていう風にですね。まあこのシーンはまだかなりブロリーネタでは面白いですね。で、コンピューターが弾き出した、データによりますと、手紙ですじゃっていう風に書いてありますね。いやー、うまいうまいですね。絵がすごいうまいですね。これめちゃくちゃ似てますね。そして、手紙ですね。ノアさんいきなり提供、させていただきました。すみません。クリーザ希望していたので、たくさんおまけもつけました。おネタデッキや大会デッキ、いろいろなところに、使っていただければ嬉しいです。というふうにですね。非常にありがたいですね。アルレルとアルミンさんからですね。これちょっと面白いんで、ここら辺に、一応飾っておきますね。ですね。おまけ、すごいカードの量ですね。で、このような感じ、厳重に、してくださってますね。お？なんか見えるな。なんだろう。で、おー、ベビー少年隊、これはいいやつですね。はい、まずはクリーザからですかね。シクレのこのクリーザ、自分が、マジっすか。自分の希望をしていたクリーザシクレですね。これはもうめちゃくちゃ強いんで、なんだっけな、安くて強くて、おすすめの UR シークレット、あ、これですね。ここに、自分持ってなかったんで、あれだったんですけど、入れてもいいぐらいの、性能を持ったカードですね。まあ、見た感じっていうか、裏面こんな感じですね。はい、まあ、Sレアでも同じアビリティを持った、クリーザがいるんですけど、こちらはダブルアタックを持っていて、まあそれだけじゃないんですけど、このアビリティ持ってるだけで相当強いんですけど、その、まあ、クリーザの SR と合わせるともっとまあすごいことになるという感じですね。で、これってあれですよね、なんだっけな、まあ、ヒーローズでいうアルティメットレアぐらいの、まあ、リアリティのやつですよね。なんだったかな、スカウターバトルじゃなくて、ちょっとこのゲーム自分やってないんですけど、これかなり、価値があるっていうのは知ってますね。おそして UR のビビティですね。おめちゃくちゃかっこいいですね。この悟空かっこいいですね。もうこれだけあればなんかもうやりそうな感じはしますね。おぉ、ゴッテセスの悟空ですね。すごいな、これ。そしてビビリの UR ですね。いやー、UR、マジっすか。いや、これも嬉しいですね。で、パンの、このパンは、あれですね。貴重なアビリティを持っているパンですね。はい、こちらのパンの涙っていうアビリティですね。これなかなか、優秀ですよね。一人でアタッカーにすると敵チーム全員のパワーを半分にする。で、まあ、黄金大空悟空の時は、まあ、敵が攻撃しなくなる。一回限りということで。なんだったかな。まあ、騎士姫とかと合わせるとね、まあ、かなり鬼畜なデッキが作れそうですね。そして、これ持ってなかったです。おぉ、マジっすか。持ってなかったベジットですね。いやー、これ嬉しいですね。あ、最速のロックオンバーズ使えますね、これ。しかも合体戦士の本領で壁越えしやすくて、さらにスーパーサイジン2ですね。あ、確か、いつの動画だったかな。自分がベジット好きだっていう風に多分、動画で、言ったことがあったと思うんですけど、多分それで、つけてくださったのだと、思いますね。ベジットの、キャンペーンですね。ロックオンバーズのキャンペーンって全部強いですよね。しかもベジットのこれ、これめちゃくちゃグミですよね、これ。いや、これはすごいいいカードですよね。ブーガリに自分一時期使ってましたね。
あのエナジープラス2持ってた時代、今はちょっとなくしてしまったんですけど、エナジープラス2を、バッジを持っていた時代はこれを使ってましたね。あの技がスピリッツエクスカリバーで、さらにバースト持ちなんで、ダメージがすごい、出るんですよね。でめちゃくちゃかっこいいし、これはいいですね。ちょっと大丈夫ですか、これ結構価値ありますよね。そして Z の、ご飯ですね。これは自分も、使ってますね。強靭な精神を持っているご飯ですね。Z アクションを使ったラウンド、まあ2ラウンド目ですね、気絶しないっていう効果、発揮されると思うんですけど、これ1ラウンド目もあの気絶しないんでね、あのかなり Z デッキで、まあ、1枠悩んだ時は結構ありですね。そして、体力がガンガン上がるヤムチャですね。いや、これはもうね、最高に面白いカードですね。そして、孫悟空のプロモですかね。かっこいいですねこれ。バースト持ちですかね、チェンジバーストですね。かっこいいですね、ちょっと入りきらないな、こういう感じで。でまたプロモノ、プロモノ、孫悟空 GT、そして、このバーダックすごい自分あの好きなイラストなんですよね。あの今どっか行ってしまったんですけど、これはもうあのイラスト最初見た時にイラストでもうあのもう一瞬で好きになったカードですね。いや懐かしいですねこれ。いやーかっこいいですよね、このイラストのこのバーダックいいですよね。なんかレアなんですけど、すごいアルティメットレアみたいなイラスト顔なんですよね。そしてフリーザ様ですね。おフリーザ様、あーいいですね、このイラストのフリーザもいいですね。まあ自分フリーザの形態の中で言うと第一形態が一番好きですかね。まあ特に、まあ、一番昔のなんか登場したてのフリーザが一番好きですね。そして、ベビー少年隊の SR ですね。まあ、自分がベビーあの結構ねあの好きだっていうのは知って、ご存知になられているみたいですね。そして不意打ちご飯ですね、はい、これも動画で言ったことありますね。自分は不意打ちというこのアビリティが、好きだというふうに、はい、こういうやつですね、まあ、結構有名ですよね。不意打ちは本当ターブルと合わせると火力がすごい出るんでね。で天才科学者の頭脳持ちのドクターミュウですね。これは持ってなかったですね。はい、ユニット持ちで、なるほど、これ結構いいですね。動画で使ってもいいぐらいですかね。まあ、1ラウンド目敵のエナジー妨害できるんでね、結構で、まあ、ユニットで、まあ、メンバーにスーパーベビー2いるんでね。でまあ、自分スーパー17とかも結構好きなんで、そしてベビー少年隊ですね、はい、でこれは既成スーパーサイヤ人が集まった時ぐらいに、まあ、使おうかなって思ってますね。このベビー既成ユニットっていうのがね、まあ、すごい強力なんでね、はい、これですね、ジャグリューミッションじゃない、ギャラクシーミッション5段のカードですかね。このユニットほんと強いんでね。で今もなんかあの何枚か同じユニット持ったキャラクター出てるんで、かなりいいですねという感じですね。めちゃくちゃ豪華な無償品ですね。ちょっと一回おさらいすると、はい、もうこんな感じ、もうすごいですね。めちゃくちゃ豪華で。で、まずは、このシクレのフリーザーじゃない、フリーザーこれですね。これ自分すごい欲しかったやつなんで、いや、本当にいただいてしまっていいんですかね、これ。いやー、マジっすか、これは欲しかったですね。いやー、いいですね。もう本当これ強いんでね。そして、まあ、このような感じですね。もうプロモの、希少なやつとかねつけて、くださってますね。でこのパンとかすごい強いですよね。はい、で、まあ、まさかのビビリ UR ですね。そして、何のやつだったかな、これ。何だったかな、ちょっと名前は覚えてないんですよね。確かこのゲームの名前がちょっと思い出せないんですけど、これかなり価値があるやつですよね。そして、ベビー少年隊とかネタデッキで、使えそうなカードもね、すごいつけてくださってました。はい、という感じですね。今回は、アルミン・アルレルトさんという方から、無償品が、届いたという開封動画でした。それでは、今回こんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。